はい、じゃあ301号室。なんかみんな闇抱えすぎじゃない？大丈夫？このマンション。悪事。悪い人しかおらんの？やっちまった。俺は悪くない。どうぞと言わんばかりに好きだらけですれ違うお前が悪いんだよ。気づけば手の中にあった。それは何？え？気づけば手の中にあった？宝くじ。お金？宝くじはね、外れとる可能性もあるけど。財布を擦った。手癖の悪さが高じて、スリが日常になっていた。不用心にケツに刺してるお前が悪いんだ。いや、なんかめっちゃ重いんやけどさ、男の人って、なんかバッグ持ち歩く人ほとんどおらんやん。で、なんかその代わりに、お尻のポケットにさ、めっちゃなんか財布突き刺してる人おるけど、あれじゃめっちゃ座りにくいやろうし、よく取られんなってめっちゃ重いよね。いや、ほんと、ねえ、もうちょっと気をつけた方がいい気がする。しけた金に舌打ちして財布を壁に投げた。少ない元手に一発狙うか。いいや、それはやめだ。失敗を繰り返して膨らんでしまったもの、それは何？え？借金？でも借金っぽいもの別に何もないんやけど。くじ。ん？覗く。あ、ほら、100要所。待って、これいくら？100,000万、100,000万。やば。1000万も何に使ったの？やばい、出てしまった。ちょ、衝撃で出てしまった。ちょ、待って。はい。とりあえず、はい、ちょっと待って。はい、覗きます。覗いて、これね。はい。今更コツコツ返してどうにかなる借金の額じゃない。いい加減返済の当てが欲しかった。仕事はしてないの、この人。金がいるとはいえ、盗むしかのろない俺だ。まあいい、今度はでかい財布を吸ってやろう。だが部屋を出てすぐ空き巣に手口を変えたんだ。なぜなら、お、何？なんか、隣の人が家におらんことが分かった的なそういう感じ？覗く。あ、新聞受けが溜まっとるけん、しばらく家に帰ってないやろうってこと？隣の郵便受けに新聞が詰まっていた。隣は長いこと部屋を開けているのかもしれない。そう思って空き巣に手口を変えた。スリよりでかい金が入る可能性を見た。まずは隣人の留守を確かめなければ。次に取った行動は？次に取った行動？何？インターホンを鳴らす。あ、違う。違う。だらだら時間だけ過ぎてった。どこへ逃げようが俺を探してあいつらはやってくる。もう後がない。働こうよ。働けないんですか？あ、なるほど。新聞受けから中を覗く。隣の新聞受けから部屋が見える。同じ住人で間取りをしている俺だ。ワンルームが覗けることに気づいた。玄関を覗き北総園だ。当たりだ。思った通りだ。侵入する決め手になったのは何？何？なんか足跡があるけど。靴は一足もない。俺は留守を確信した。最後にインターホンを鳴らして不在を願った。なーに、万が一扉が開いたら、いい隣人の顔して挨拶するさ。なるほどね。え、でも靴一足もないんか。じゃあ、え、でも、開くってことはおるってこと？だって202号室の人ね、おらんけんこれしまっとんやろ？ 302号室。誘惑。美しい。その美人を見るとため息が出ました。それは誰？美人。え？この本？え？何？どれだけ時間が経ったでしょう。どれだけ見入っても触れることは叶いません。え？自分？え、なんかめっちゃでっかい鏡あるけど。自分ってこと？あー、なんか男の人がさ、なんか女のアイドルみたいなの見て思いよんかと思った。
鏡の中の女がうっとり私を見つめてきます。見つめ合ってどれぐらい時間が経ったかわかりません。男を変わるがある虜にしてきた私の美貌です。マジか、自分大好き人間か。気に入らない鏡は割ってしまいました。私を美しく映すものが大好きです。中でもひときわ私が美しく映るものがあります。それは何？鏡によって映り方そんなに違う？一緒じゃね？あ、でもあれか。なんか、メイクするとき用とかの鏡って若干違ったりする。なんか拡大鏡みたいなのもあるけど。一番美しく映る。どういうこと？どっこも覗くところないね。これ？なんか目のドアップが。瞳の美しさに見入られましたが、客に狙っても当然手に入りません。男と見つめ合う時間が至福でした。相手の、どういうこと？相手の目の中の自分が見れるけんってこと？瞳に映る自分が好きとかってこと？違う？インターホンが鳴りました。久しく閉ざされた玄関扉です。しばらく客を取っていない私はすぐに出ませんでした。私が次に取った行動は、覗きに行く。覗き窓から。まずドアスコープを確認しようと思ったんです。私はイルスを使うつもりでしたが、イルスを使うつもりでしたが、私は心よく迎え入れることにしました。なぜなら、でもさ、ここに立っとったらさ、ここに立っとったらさ、新聞受けから覗いた時に分かることない？なんで分からんかったんやろ、あの男の人。ちょっと避けて立っとったとか、なんか死角になるような場所に。なぜなら、なに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 、めっちゃ不気味なんやけど。これ隣の人の目ってこと？目が好きなん、この人。ガラスのように澄んだ欲しかったものがありました。ふと視界の端に割れた鏡の破片を捉えました。私は難しく考えることをやめました。なに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 、何が起こった？何も起こらんかったんかな。303号室、恐怖。入居前から震え、恐れた。俺が恐れるもの、それがわかる場所は。ちょっと待って、なんか私はこの絵が怖いよ。写真か絵かわからんけど。あとこのなんかついてる雲もさ、めっちゃ首つっとるように見えるけん。幽霊？幽霊が怖いってこと？な、塩持っとるし。いかにも出そうなこのアパートに入居することが決まり、入居と同時に各所に森塩を置いた。目に見えないものが霊的なものがとにかく苦手だ。だというのに?目があった。こっちを見るな。今夜も布団をかぶって耐えている。何と目があった？てか思うんやけど、このマンションに住んどったらさ、多分幽霊よりも生きとる人間の方が怖い人多いよ。目があった？これ。消せば？テレビじゃないこれ。何？生きた心地がしなかった。なぜこのアパートに入居しようと思ったのか。ああ、安い家賃に釣られるんじゃなかった。安い家賃やけん変な人が集まってきとんかな、もしかしたら。何と目があった？熊。熊？こんなものまではさすがにビビらんか。何？あ、これ？なんか天井に見えるこの顔みたいなやつってこと？なるほどね。天井に浮かぶ顔が横と大きくなっている。ああ、ついに俺も見える側になってしまった。マジででかくなりよるのはちょっと怖い。ただの勘違いかと思ったけど。ふと隣から短い叫び声が俺の耳をつんざいた。ダメだ。ついに例の叫び声まで聞こえるようになってしまった。泣けなしの金をはたいて俺は決意した。俺は何をする？短い叫び声。さっきの女の人の家ってことかな？隣に。短い叫び声。もしかしてさ、あのドアスコープのところから、あれやね、あの、何？鏡の破片をさ、突き刺したんやない？目に向かって。やば、怖ー、無理。でも目好きなんやろ？傷つけるんかな？
くり抜いて取っとくんかな、あれ。へぇー。何やった問題。あ、なけなしの金をはたいて。お払い？ん？なんだ？あ、引っ越し？ってこと？叫び声なんて気にするな。明日にはここを引っ越すのだから。あ、もう明日？引っ越し費用もバカにならない。それでも眠れる朝が来るなら安いものだ。まあね、睡眠大事よ、睡眠。そして、3階の人たちのこの秘密。301の叫び声。え ?303 の秘密ないやん。ん？あ、そっか、これ301の叫び声。語り手は空き巣を決行するはずが、302号室の隣人は部屋にいた。当社の予定通り、いい隣人を装うはずが、迎え入れられた隣人により悲劇に見舞われた。あ、ドアスコープからっていうわけじゃなくって、普通にガチャって迎え入れられて、あ、すいません。隣に引っ越してきました。なんとかなんとかです。の時にこうガッて来られたってこと。うわ、無理。うわ、やば。死んだんかな、この人。で、302の欲しかったもの。目やろ、これ。問題の中で語り手は目を欲しがっている。普通、外側からドアスコープを覗き込むことはしないため、目だけが見えることはない。語り手はこの時、扉の前に立つ相手の目だけしか見えなくなっていた。あ、そういうこと。なるほどね。え、でもさ、外からさ、なんか中の人がおるかどうか確かめるの、なんか、部屋の明かりみたいなのが見えるのを確かめよる、なんか犯罪者がおるみたいなの見たことあるけど。それで覗き込みよったわけじゃないんやね。303の秘密がないよ。この先わかるんかな？ほい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。